残念、世界一周終わりです。終わりです。はい、みなさんこんにちは。みなです。坂です。 AT ブログです。はい、ということで今ね、うわ、おー、今うんこびっくりした。ちょっと映すのやめるか。今ね、アメリカのね、サンディエゴってとこにいて、めちゃめちゃいい街だよ。あったかいし、静かだし、住むのにはめちゃめちゃいいだろうなっていう街。今日はね、ちょっともうメキシコの方にね、移動していきます。はい、で、このサンディエゴめちゃくちゃ国境に近くて、ケーブルカーでティフアナというメキシコの街まで行ける。国境を渡れるところまで行けちゃうんだよ。それぐらいアメリカのサンディエゴとメキシコのティグアナ、ティアワナ、ティグアナ、日本語でなんて言うんだろう、日本語のちょっと名前が分かんないけど、ティグアナかティアワナかつかなかてな感じ。今日からスペイン語だからもう緊張してる。そう、レナがちょっとスペイン語喋れるからまあそこに期待しつつ、どれぐらい喋れるかは分かりません。あまり喋れない。グラシアス、ウナセルベスタポルファボール。グラシアス。いや、タカの発音がやばいよ。グラシアス。じゃあだから R が。ピストライストインポルタンテ。だからなんで変な R を作ってるの。ボナペティ。それも違う。ボンボヤージ。それもフランス語。行きましょう。ということで、トラムで今メキシコとの国境の先っぽまで来たから、ここからね、歩いて国境を渡っていきます。そうだね。前にはね、多分メキシコ人なのかな、国境を渡ろうとしている人たちがいっぱいいる。超メキシコって書いてある。行きましょう。メキシコ着きました。はい、 Now we are officially in Mexico ということで、ハングオーバーっていう映画で Tijuana is a bomb って言ったから、ティアワナは爆弾ぐらいヤバい街らしいよ。ちなみにね、当たり前のこと言っていい、アメリカとメキシコめっちゃ違う。全然違う。国境から2キロしか離れてないけど、道はまずなんか砂ぼこりっぽいし、車は20、30年前の車しか走ってないし、物価は安い。コーラなんてアメリカの半額以下。こんなにアメリカとくっついて近いのに、まるで別の国。まあ別の国か。今ね、SIM カードを買ってるんだけど、なんかね、メキシコってね、意外とね、英語が通じないから、今ね、レナはレジのおばちゃんとね、ノート越しになんかいろいろ書いて会話してる。ってことで、今からどうしますか。ちょっと書類をいろいろコピーしに行かなきゃいけない。私のパスポートはあと3ページしかないから、あと3つの国にしか行けない。残念、世界一周終わりです。終わりです。メキシコシティでドイツ大使館で新しいパスポートを作らなきゃいけなくて、だからそのためにもういろんな書類が必要になって、ドイツからメキシコに送ってくれて、それをコピーしてでメキシコシティの大使館に持っていったらパスポートがもらえるらしくて、でそれが全部うまくいくことをまあ信じたいけど、うまくいかなかったら世界一周はその時点でおしまいです。まあその状況にね、アメリカに着いたぐらいで気づいて、そっからね、大慌て、マジで大慌て、やばいってなって、ああもう世界一周終わったやんってなってとりあえずね、今は必要な書類をね、メキシコのどっかのコピー屋さんでね、コピーしに行きます。はい、ここなんかすげえ怪しいね、怖っ、なんかはい、ということでね、安全にコピーが終わりました。はい、すごいなんか安かった。安い。今からは夜ご飯食べて、で明日はもう飛行機でメキシコシティに飛んじゃうね。そうだね。ちなみにメキシコにはね、2週間ぐらいいるから。ということでまた明日。今ねメキシコシティに着いたんだけどね。今ちょっと地下鉄に乗ってね、ちなみにメキシコのね、標識基本的にスペイン語だからよくわかんねえ。メキ
キシコシティのメトロでめちゃくちゃ物が盗まれるらしいから気をつけなきゃいけない。今は混んでないから大丈夫。みんな出た。まあね、基本的にね、スリに会うのは地下鉄が多いから。そうだね、まあ、変な人もいっぱいいるからね、気をつけましょう。メキシコの電車やばくない？パーティートレインみたいになってる。皆さん、ちなみにメキシコどんなイメージあります？僕の勝手なイメージはね、発展途上国と先進国の中間で発展途上国寄りのイメージがあったんですけど、なんかメキシコシティに来るとむしろ先進国寄りの感じがする。世界的な比較で見て先進国なのかな、メキシコって。何を言ったか全く分かってない。なんと私は日本語がそんな下手。先進国はあれディベロップカントリーで、発展途上国はディベロップカントリー。今ね、ちょうど広場に来たね。ちなみにね、街はねティファーナとは全然違うね。ああ違う。おすごい。もう普通にモダンなビルも建ってるし、高級車も走ってるし。走ってる。やっぱね、メキシコの首都はすごいなって感じ。ちょい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 、レナ。はい。見てあっち。でかない。でかいな。今まで見た国旗の中で一番でかいと思う。多分ね。Do you speak English?Can you help me with an interview? She's only going to say.Who was this person? And you need to say, was John Lennon. He's a member of the group Beatles, and that's all. Lo más cerca que se pueda. Who was this person? That's John Lennon. Thank you. Y esta. Remember, Selena Quintanilla. Selena Quintanilla. Quintanilla. 自分に答え教えてもらってるやん。Singer. Singer also.やらせのインタビューはこうなります。You say Selena Quintanilla. Remember Selena Quintanilla, the singer. Who was this person? She's a singer, Selena Quintanilla. Thank you. Where are you from? I'm from Germany. I'm in Sweden. I'm watching you. Welcome in Mexico. Be high school. Lena. Rocky.Si quieres learner. ¿Dónde es lo más? Es tu first time here in Mexico. ¿En what places did you visit already? Not really. From Tijuana, yes. Tijuana. Can I give you a little explanation about this place? No, it's alright. We are gonna join a free tour. Okay, my friend. Thank you for your help and good luck in everything you do. Yeah. Have a good day. 何だったんだろうね。なんかの。何なんだろう、本当わかんないね。街中でなんか急遽インスタスポットを見つけた。可愛いでしょ。はい。私を取れ、私のカバンを守って。すだれたら面白い。面白くない、取って。今ね、ちょっとね、メキシコのローカルの人から面白い話を聞いたんだけど、メキシコとね、日本ってね、意外とね、共通点があります。まず1個目は、地下鉄の電車に女性専用車両がメキシコあるんだよね。なんででしょう。まあ分かりますわな。なんか痴漢がね、意外と社会問題になってるんだって。っていうのがまず1個目で、2個目は、日本人といったらめちゃめちゃ働くっていうところで、メキシコ人もめちゃめちゃ働くんだって。残業もするし、土日も仕事に出るっていう。あ、もう1個あったわ。これ日本との共通点じゃないんだけど、面白い話で、メキシコって車の運転免許車の運転免許がテストなしで取れるんだって。テスト全くなくて、やばない。金を払うだけで免許証がもらえるから、だから誰もちゃんと運転の仕方が分かってない。しかもその免許取るために3000円とか4000円払えば免許もらえちゃうって。だからもしメキシコ来る人いれば、道歩いてる時に、ね、車に気をつけた方がいいです。わあ、また雨降ってきた、やばい。よし帰ろう。この動画はね、もう終わりです。バイバイ。メキシコシティから1時間ほど離れてるテオティフアカンの、
人さっきからずっと手を挙げて回ってるんだけど、何してんだろう。